こんばんは、ライトです。今日はゴーストのねドミネーションの方をこの人気マップのストライクゾーンでやっていこうと思います。ストライクゾーンは、IW のジェネシスの元マップですね。ほらマップの形が似ていると思います。アルファに1枚ともう1枚あれどうなんだっけ、あのキルストのボットですね。確かボットの盾だったかな。さあフラグ警戒しつつガタガタでポンポンポンしてるけど何も飛んでこないでほしいな。よしとりあえず取れた。リロード SMG しときましょう。武器は、ベクターですね、使っていきたいと思います。 OK、 アイマスちゃんをゲットしたので次センター大丈夫か。 B ポに置いとこうかな。アイマスちょうど敵も入ってきてるな。うわあれは厳しいな。頭らしい。これ逃げられる。おお危ない。ちょっとここに置いとこうかな。敵が A に流れてくるはずだからそれ用のやつですね。さあ赤点出てるぞ。手前いる手前いる。なんか伏せてるぞーっと。さあちょっと C に流れましょうか。セントリーガンここをいやらしい位置に置いておいていやらしいカード待ちしつつ次はセンター上がっていきましょう。 C を目指す感じでいい展開じゃない。押し込んでるよ。よしヘリコプター呼んでいきましょう。これ下で湧くんちゃう。大丈夫かな。下で湧いてんな。もう一枚いるぞ。ナイスキル。まだ湧くんじゃね。大丈夫。セントリーガンダウン。アイマスが反応してるってことは A サイドな。ちょっと SMG 落ちてませんか。落ちてなさそうですね。ブラボーが落ちる。さあセンターで赤点出てるよ。 A がダメかなあれは。うん、うわーそこいたのか。10連続キルしたけども入れるかな。外周から回って B のこの頭足非常に強いので。そうジェネシスでは確かこのキッチンの細道がなかったかな。そうそうそう、ここからねセンターに行けるんですよね。確かジェネシスではなかった気がする。このまま上がっていって上がっていって味方がキルしてくれて、うわー壁抜きかな。さあリスは上がっているぞ。もう A にガンガン押しちゃうスタイルでいこうかな。よかったね今の。これおおナイスオラクル。今のオラクルは神タイミングじゃない。ん、あちょっとしない。 A にもいるけどブラボー取られ、ちょっとめっちゃいるんだけど、これで4枚ダウン。オーマイガーすごいキルしたぞ今ので。ちょっと A ポに置いときましょう。さあ B から流れてきてるからさあ取っていくが投げ物が OK。 ハインドもう一個ゲット。いいキルペースじゃないですかこれは。その裏にいるの分かってるから投げ物来た。え今の倒せてない。ちょっとハインド呼んでおきましょう。でいいこと思いついた。ここにセントリーを置きつつケアパッケージ、確かこのマップでケアパケ核が出るんじゃなかったかな。確か核が出た気がするのでこれはしっかりと取っておきたい。よしあれ軍用犬だった核が絶対出るわけじゃなかったか。おおナイスセントリーガン、それ敵だよね。もうガンガン詰めちゃいましょう。椅子を固定とかそんなもん知ったこっちゃねえぞぐらいな感じでフレームレートが落ちている。さあ奥湧いてるからちょっと避けてナイフ準備しつつ、おっと今の2人目いけなかったかな。お敵引いてるから 今押すべきだったけど、ええなんか湧いた瞬間セントリーを持ってたんだけど、うわーえさすがちょっと外人部屋だからきっちびしい。ちょっと湧いた瞬間アイマスがあるんだけど、わ壊れたかな。自分のアイマスは設置したから、よしここ押していこう。A が落ちるかな。 B 取ってもいいな。左足音。味方がダウンしたからその通路にいるはず。リロードして C はアイマス置いてあるからね地雷を。あ押さえたっぽいな。あぶねー。チャーリー落ちるかな。この奥来てるよ味方。その右角にいるんだけど、いやここ有利ポジだからちょっと待っておきましょうか。アイマスゲッチュ、そのさらに右角いるから、分かってるぞ。ちょっと弾がない。
うわぁ、ちょっとこのいやらしい角に置いとこう。いいぞいいぞ。さあ、弾拾った。お、これはハニーバジャーかな？あれですね、なんだっけ。アサルトの最初からサプレッサーがついてるアサルトですね。オラクル出てる。うわ、旬どけだな、マジで。すさまじいな。この先いるぞ。敵、オラクルで1バレしてるから、7発、やれるか？やれず、味方のカバーもあり、ナイス。A 取れるかな？ 2 人いれば、3人いれば、いけそうですね。おいー、アイマス出たけども、ちょ、B ポに置いとこう。いやらしくね。次は、センター行きまして、あ、これまずい。え、味方引っかかってる！後ろに下がろうかと思ったら味方にブロックされて下がれなかったんだけど。うえー、すさまじいリスポンだ。その右角いるぞ。まだいるまだいる。オッケー。いい感じじゃない？敵のオラクルで1バレしてるんだな。よいしょ、オラクルはキルストで、なんかこう、ビジョンパラス的な状態に多分敵には映ってるんじゃないかな。アイマス置いておいて、ワンチャン枠から裏警戒しつつ、チャーリー取ってるけども後ろ誰もいないんだよね、味方が。あ、いや、敵 A 行ってるのか。42キル、50キルは行きたいな。途中参加だけど、キルペースはまあまあなんで、ちょっとね、このまま行きたいですね。うん、味方が B 取ってくれてるな。すごいグレポンの音がするから、オッケー、セントリー置いちゃおう。うわ、グレポン飛んできた。チャーリー赤点出てたけど大丈夫かな。大丈夫そうですね。セントリーがダウン。オッケー、範囲のゲッチュー。このままちょっと肉弾弾拾って、オッケー。チャーリー触ってるな。止めに行けられるか。1枚だと思うので、さあヘリポも呼んで、取られたけど、オッケー、これでいい感じ、いい感じ。47の10、センター入ったぞ味方。奥にもいるから、ナイスキル。うわー、これは厳しい。ちゃんと予測してなかったな。チャーリーはヘリコプターさんがやってくれないかな。センター勝手に出てる。あぶね、その右角いるな。ちょっと詰めてみる。なんかすごい伏せ方してたんだけど。あー、エイムよ。センター大丈夫？右角いない。登ってきた。倒して、そこにいる。ちょっと距離が遠いけどカットしていく。あー、どっちから来るんだろう。後ろは勘弁だぜ。もうここに置いちゃう。あえてもう置いちゃう。そしてもうガンガン3点取りコースで C に流れるという寸法で、寸法で、寸法ってなんだ。湧いてるぞ。オッケー。上はアイマスが置いてあるから降ってこない。さあ、52の11、というわけで、なかなか途中参加だけども、よかったですね。お、これは、最近 BO3 でも追加されたアンデーじゃないですか。はい、というわけでライトはお送りしました。ゴーストのドミネーション、というわけでお疲れ様です。